よ。可愛い、ありがとう。ナースありがとう。カメイさんありがとう。今日はね、こちらこそありがとうございました。おはよう。昨日ありがとう、こちらこそ。つーちゃんありがとう。そう、ちょっと早起きめ。今日の天気予報、この予感は曇りなんですかね。昨日雨というふうに聞きしたんですよ。うん、曇りですね、ずっと。ずっと曇りや。アリさんありがとう。あ、よん、トラさんもありがとう。うん、あー、駅伝大会、浦部さんありがとう。初見です、のびです、よろしくお願いします。14歳です、中学2年生です。こちらもフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。へえ、バレるんや、いいな。ことぶきがきや台湾ラーメン、うまいねーさん、ありがとう。リチャードさんもありがとう。まゆちさんもありがとうございます。うっそう、今ね、めちゃめちゃ多分尻餅をついたんですよ。ガン、2回もそう、自分の、 右足がしびれて椅子から立つ時にそう立ち上がれなくて、すごいしびれだったんですよ。で、多分1回目は尻餅を一回ガンってついて、二回目なんか立ち上がろうとしてよいしょガンって落ちたので、二回も打った、めっちゃ痛い。結構しんどい。やだな。なんか、そう、全然ね、腰はね大丈夫なんだけど、その尻餅のついた部分がね、やっぱり、ね、痛くなるからね。
おごみさんもありがとう。見てもらった方がいいかも。不安だ。おはようございます。そうそう、だからちょっとだけ湿布貼ってるんだよね。ただいま。おはよう。ねえ、本当に痛いの痛いのだけ。いや、見えないよね、朝できたって聞かれても。そう、残念ながら見えないんです。ねえ、広くならないといいな。あよ、あハラピアさん、ありがとう。間違えた、バタオさん、バトウキドウさん、ありがとうございます。タイファイヤーさん、ありがとう。できてないでいいよね。久しぶり、確かに久しぶり。うん、そんなに撮ってない。もうちょっと頻繁に結構会ってたかもしれないっていう話し会だったね。うん、そう、トレーナーさんね、同期堂さん、ありがとうございます。おはよう。寒い。お、元気だよ。寒い。寒くて、やばいね。お土産が美味しくはなかった。でもなんかたこ焼きを持って帰ってきた。でもなんか4つ食べたらなんかいっぱいになって、そう、何個入れるの、8個入りかな。こちらこそありがとうございます。本当にね、昨日はねたくさんの方がのびたでしょって、確かに来てくださって、のびとても嬉しかったです。やだよ、そんなとこ見ないで。うん、あんまりね、昨日のみたいなファッションは自ら自分で好んであんまり着ないファッション系統なので、今までなんかどういう風なのが似合うか全然分かんなかったんですけど、いい感じにできてて
よかったかなっていうふうに思います。自分で言うのもあれだけど、プロにやってたらよかったです。ピピピー、これはね、そう、外がね、撮ったんですけど、ちょっと寒かったな、この日。寒いこと多いね。寒いこと多いですね。本当に。寒い。寒いとしか言ってない。会いたいじゃん、またお話し会の時の分ところに来ていただください。そしたら直接会えることができますよ。目黒のこいつありがとうね、本当に嬉しかった、ありがとうございました。朝張ったらありがとう。ではね、そろそろ終わりたいと思います。いたたたた、あれみたい、スケートした時に尻もついた感覚、その次の日の感覚みたいな。終わらなきゃいけなくてね、ごめんね。どうしようかな、曲に困ってる。じゃあこれで。Cool.
なんで今私髪の毛って言ったんだ。ダメだ。そう、いやそう髪の毛ねやんなきゃと思って。何今の。いやバイバイ、おやすみなさい。またね。See you、 一緒寝てたよ。いやわかんない。またね。Bye-bye.